F1RR レースの中で誰よりも速いファーステストラップを叩き出す永遠に残る記録である。そして鈴木アグリ胸熱くする3位のチェッカーだ。最終コーナー角田裕毅今10位チェッカーファステストラップ1分38秒139もう1ポイント取った。輝く日本人ドライバー。